はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートあつしです。動画を見ていただきありがとうございます。本編の前に少しだけ英語ブロックについて説明させてください。主なコンテンツが英単語、単突英文法、仕上げレッスンになっています。今回説明していくのがこの仕上げレッスンですね。いろいろなコンテンツがあります。その他に英単語すべて合わせて1134語、単突英文法というのは100講座あります。こちらは中学生で習う英文法についてすべて説明しています。動画の方全部ありますのでぜひ使ってください。無料で使えます。おすすめがクロスワードパズルになります。こちらについては他の動画でも解説しているのでそちらをぜひ見ていただきたいと思います。パスワードチャレンジっていうのもあるので楽しみながら取り組めると思います。英語ブロックっていうふうに検索してもらうとホームページが2つあります。まず英語ブロック .net っていうのが主に英文法と動画が中心、英語ブロック .com っていうのが主に英単語とテキストが中心になります。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回は英語ブロック .com の方のトップページから進めていきたいと思います。今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、ではローマ字の練習プリントの6枚目について説明していきたいと思います。まずトップページの、プリント教材というところですね。こちらか、あとは、下の方スクロールしていくとここにプリント教材&仕上げレッスンを見るっていうのがあるのでこちらのどちらかですね、クリックします。はい、で出てきたページの、こちらですね、ローマ字の練習プリント、こちらをクリックします。はい、で全部で7回分あるんですけど今日は6枚目ですね、プリントの6をクリックします。はい、でこのようなページが出てきます。で印刷したい時には PDF ファイルっていうのを開いてもらって、ちょっと見づらいんですけど今下の方ですね、こちらにプリンターのマークあるんですけどこちらを、クリックしてもらうか、画面上で右クリックして印刷っていうのを選んでもらうと印刷できると思うのでぜひそちらから印刷して使ってみてください。はい、あとローマ字のヘボン式ですね、まだ勉強してない方はこちらにリンクが貼ってあります。こちらの方を、まず勉強してもらった方がいいかもしれないですね。はい、こちらにもこちらの動画もあるのでぜひまだ見てない方はそちら見てからの方がいいかもしれないです。はい、では説明していきたいと思います。ではこの画像ですね、加工しているものがあるのでそちらを使って説明していきたいと思います。はい、ではいきましょう。まず、自分の名前をローマ字で書いてみようっていうのがあるんですね。名字、名前の順で。で、こちらに関しては先ほどのヘボン式の表をある程度覚えてないと書けないと思うので、最初はこれ見ながらでもいいと思うので書いてみてくださいね。はい。で、ちょっと先に説明しておきたいんですけど、んっていう音が入ってる方はまずここ注意しましょう。PBM の前では M を使うっていうな決まりがあります。んっていう音は PBM の前では M を使うと。例えばここに書いてあるのが順平くんの時に普通だったら順で N 使いますよね。 N これですね。なんですけど後ろにここに PBM が来る人は M を使うっていうふうな決まりがあります。これ後でもうちょっと詳しく説明しますね。はい、あと次に詰まる音、小さいつっていうのはこのように子音を重ねて書きます。例えば北海道のちっちゃいつですね、かっていうところの前にこの K をもう一個重ねるとここにつが入ると。納豆もとの前につ入れるので T を重ねてつにするというようなことをします。はい、あともう一個ですね、伸ばす音はこのとんがりマークとかあと横棒を使わないで表すと。例えば「
東京っていうのは見た目は東京なんですけど、これで東京っていうふうに読んでもらうと。大阪っていうのも見た目は大阪って書くけど、これで大阪っていうふうに読んでもらうというようになります。これを踏まえて今からの説明をしていきたいと思います。はい、ではいきますね。まず自分の名前をローマ字で書いてみよう。名字、名前の順でちょっと私の名前を書いてみます。名字がすずきです。はい、で後ろが名前があつしですね。なのでこのように書くということになります。で、ポイントなのは、最初の文字はどちらも大文字で書くと。大文字で書いてください。はい、これがまず一つ目ですね、ポイント。で、あつし鈴木じゃないのかって思ってる方もいると思うんです。名字と名前反対じゃないか。これは今はどちらでもいいようになってきてます。で、逆に言うと、逆に言うとっていうか、最近の流れで言うと、このように鈴木あつしのように、日本人も普通に呼んでるように使う方が多くなってきてる印象ですね。なぜかっていうと、外国人が日本に来た時に私の名前はの後にひっくり返すかっていうと、なかなかひっくり返さないんですね。あまり ひっくり返す人いないと。だから日本人も逆に英語を話した時にひっくり返さなくていいんじゃないかっていう流れで、最近はこのように書く人も多いですね。で、自己紹介の時に例えば前に My name is って入れたりするんですけど、その時は My name is鈴木敦って言ってもいいし、 I am 私は何々ですって意味なんですけど、 I am 鈴木敦って言ってもらってもいいと。まあ、これはそれぞれこう人それぞれ言い方違うと思うんですけど、そのように言っても大丈夫です。あとは外国人との会話っていうのは名字の方よりも名前の方ですね、こちらをこうまず覚えてもらうっていうのが多いので、例えば My name is 敦とか I'm アツシとかですね、っていうふうに言う方が多いですかね。はい、まあそのような形で、自分の名前を言えるようにしてみましょう。はい、であとはですね、先ほどのこちらのちょっとごめんなさい、これかぶってしまってるんですけど、んとかちっちゃいつとかあと伸ばす音についてですね、説明していきたいと思います。まずでは伸ばす音から説明しますね。女の子の名前でゆかさんとゆうかさん、これは実際はこう英語でというかローマ字でですね、ヘボン式で書くとどちらも同じようになります。でなぜかというと、こう伸ばすときにこう横棒とかつけないからですね、同じになってしまうと。小野さんっていう方と大野さんって方はどちらもこういう風になってしまいます。で、まあ実際はこうなんですけど、大野さんっていう方はよくこういう風に書いたりもしますね。小野さん特別するために大野こう書いたりもします。あと優香さんも本当は優香って本当はこう書くのが、まあ、正しいというかこういうふうに書くべきなのかもしれないんですけど、優香さんと優香さん区別するために優っていうのをあなたっていう意味の優入れて、こういうふうに優香っていうふうに書く人もいますね。まあ、これは身近な人に相談してみてくださいね。どちらで書いた方がいいですかっていうふうに聞いてみてください。はい、あとは、伸ばす音は今説明したので、んの入ってる方ですね。例えば順平くん、先ほども出てきたんですけど、普通は順平って書きたいときにこういうふうに書くと思うんです。ただんの後ろに PBM、 これがあるときにはこのんはN を使うっていうふうな決まりがあります。今回は N の後ろに P が入っているので、これは M にしないといけないと。
という決まりがあります。はい、なので、結構これはあの知らない方も多いと思うので、もし友達とかで、間違ってというか、まあ、違う風に書いてたら、ちょっと優しく教えてあげたらいいと思います。はい、あと小さい「つ」ですね。例えば、新田さんっていう方ですね。新田さんっていうのは、まあ、名字を書くとしたら、にはNI ですよね。で、たは TA ですよね。このちっちゃい「つ」の後ろの文字を重ねます。ちっちゃい「つ」入れたいところの後ろの文字を重ねるので、このようになります。新田さん。ね、このように書く。ということになります。で、実際自分の名前は一回書いてみて、あの身近な人に聞いてみたらいいと思います。これで合ってるかなって、多分教えてくれると思います。ではここまでが名前ですね。はい、では続きですね。今度丸2番の方に行って、次の地名をローマ字で書いてみようというふうなところに進みたいと思います。はい、まずこれですね。奈良から行きましょう。で、地名は全部最初の文字、大文字で書きますね。奈良だったら最初の N、N を大文字で書いて、なーら、このように書きます。2番、横浜、見えてますかね、すいません。帽子があの被ってたらすいません。横浜。はい、次、名古屋ですね。最初の文字、円を大文字で書いて、名古屋。はい、名古屋。で、ここからちょっと注意ですね。伸ばす音は、考えずに書くので、神戸っていうのは、神戸って書きます。神戸って書いて神戸っていうふうに読むということになります。5番の東京もそうですね。東京って書きます。東京、東京って書いて、それが東京っていうふうに読むようになると、はい、このようになります。どこですね、K があんまり上手じゃないですけど、こんな感じですね。ちょっともう一回書きますね、すいません。東京がこうですね。はい、こんな感じですね。東京。はい、では次6番ですね。京都に行きたいと思います。京都っていうのは伸ばそうと考えて書くので、最初に「きょ」って書いて、それから「と」って書いて、これで「京都」っていうふうになります。京都って書いて京都ですね。で、あの最初の文字大文字なので、しっかりこの上のとこですね、このラインが揃うように書きましょう。なんか結構あの実際みんなの答え見てると、なんかこんな感じでこう微妙な大文字なのか小文字なのか分かんないっていう方結構多いので、この上を揃えないといけないと。ここですね、このラインが揃わないと大文字じゃないので、ここをまず気をつけてください。はい、7番の大阪ですね。これは伸ばそうと考えないで、大阪って書くようになります。大阪。これで大阪っていうふうに読むと。はい、8番、北海道ですね。ちょっとこれ難しいですけど、北海道を書くときに、まずちっちゃい「つ」抜かして、北海道。伸ばそうとなるので、北海道って書いてみましょう。北海道。で、その後にこうちっちゃい「つ」入れるので、後ろの文字をもう一回書くんですよね。なので、このようになるということになります。北海道ですね。伸ばす音は何も書かないので、これで終わりです。北海道。はい、次、鳥取ですね。これは、鳥取ってまず書いてみましょう。鳥取。で、その後にちっちゃい「つ」を考えましょう。この「t」をもう一回入れるっていうことなので、これですね、鳥取、このようになります。はい、ぜひ、まあ、2回って書いてあるんですけど、2、3回ずつ練習して、
早めに書けるようにしてもらいたいと思います。はい、あとは自分の住んでる地名ですね、県都道府県名とかあとは市町村名とかを、必ず書く機会があるのでぜひ早めに覚えてもらったらいいと思います。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。